皆さんおはようございます。永井亮輝です。ということで本日は海浜幕張にありますホッパ幕張ベイパークさんにお邪魔して一日保育士体験の方をさせていただこうと思います。僕中学生の頃ですかね、職業体験で保育園を選んだぐらいちょっと子供たちといろいろ遊ぶのが好きなので、今日は素敵な思い出が作れたらいいなと思っております。それでは早速行ってみます。よろしくお願いします。椅子に座って聞いてる。あ、忘れた。競技ですよね。僕あんなんじゃなかったもん絶対。はい、皆さんこんにちは、亮輝先生です。よろしくお願いします。よろしく。永井亮輝と言います。亮輝先生って呼んでください。みんなよろしくね。よろしくお願いします。よろしくね。思ったよりいいか。亮輝先生に質問ある人は。好きな色は何ですか。好きな色、青色と黒が好きです。黒好きだよ。嘘、黒好きなの。青好きだよ。青好きだよ。狼が好き。狼大好き。本当、みんな狼好き。何が好き。狼好き。狼好きな人どれぐらいいる。あ、結構いるね。恐竜か。ティラノサウルスじゃない。好きな車。バスとか好きだよ。見た感じ大好き。そう、見た感じすごい好き。今日一日よろしくお願いします。行ってみようか。バイバイ。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。Let's sing a hello song. Hello, hello, go! Hello, hello, hello! I am here! I am here! Yuki sensei! I am here! Oh! Yeah! Daddy, 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 daddy!Zigzag Zebra says, this red robot, he says, very nice. The, two, on, I, hand up. On, very good. Subway, very yummy. No!喧嘩両成敗。勝ってカブトの尾を締めよ。それではクイズをします。クイズだって。国名ギニアです。首都どこだ。コナクリ。コナクリ。コナクリコじゃないぞ。ありがとうございました。ではペパさん、お散歩に行くのでお便りに行きます。お散歩だって。めちゃくちゃ早いって聞いたよ。勝負するじゃん。今日が晴れてよかったです。ちゃんとガチで走っちゃうかもしれない。シャルマージ。え、どうだろうね。餃子さん、あ、じゃあお洋服買ったらいいよ。いただいてしまいました。よし、全員捕まえてやるぞ。9、10、行くぞ。よっしゃ、行け。見つけたぞ、見つけたぞ。タッチ、タッチ、タッチ。みんなの勝ち。すごい、すごいわ。はい、これからドッジボールしよう。いくぞ、いくぞ、いくぞ、いくぞ。うぃー、クイちゃん。あー、これからドッジボールの勝ち。
さあ負けた。サンドイッチもあるよ。サンドイッチもあるの？一番驚いたのは英語の先生が話す英語のなんかちょっとしたジョークとかに対しても全部こう笑って反応ができてるところ、英語の意味をちゃんと理解して会話ができてるのがすごいなと思ったんですよね。子供たちにとってすごく有意義な時間を作ってあげられてるんだなっていう感動がまあ一つありましたかね、はい、すぐに僕を受け入れてくれたのが嬉しかったですね。もう少しなんか警戒されるかなとか思ったんですけど、好きな動物は何ですかみたいな、あちらから歩み寄ろうとしてくれてる感じ、寂しいって思ってもらえたら嬉しいですし、まあ、寂しいって思わなくても あの人楽しかったでもいいので、何かこうお互いにとっていい思い出を作れる午後にしたいなとは思います。それではここで絵本男子より手遊び歌の紹介です。今日紹介するのは抗菌戦隊マスクマン。みんなもぜひ一緒にやってみてくださいね。抗菌戦隊マスクマン。どこからともなく悪いウイルスやってくる、世界のみんなを守るため今日も戦え、マスクマン変身。マスクホワイト、マスクをして世界を守ろう、抗菌戦隊マスクマン。よし、おいでおいで。知ってるそれ、知ってる、いくよ、せーの、始まるよ始まるよ始まるよったら始まるよ、一と一で忍者だよ、始まるよ始まるよ始まるよったら始まるよ、五と五で手はお膝を、おー偉い。今日は絵本を読みます。りょうき先生は絵本を読むということが初めてです。だからちょっと緊張しています。みんなと一緒にこれも楽しんでいこうと思うから、最後まで聞いてくれたら嬉しいな。じゃあいくよ。トントン止めてくださいな。3匹のネズミはその家にたどり着くと、変わる変わるドアを叩きました。誰かがやってきました。トン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 、ドアから顔を覗かせたのは、うさぎ。うさぎ？正解は2匹のうさぎでした。どうぞどうぞ、僕たちも道に迷って止めてもらっているんです。足音がして、なんかすごいいっぱいいる。あれ今回なんかすごい、誰かがやってきました。黒くて大きなものがニュッと入ってきました。黒い大きなものはベッドに近寄ると鼻をフンフン鳴らして匂いを嗅ぎました。誰でしょう。クマだね。クマ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 、この家のクマおじさんでした。おしまい。ぎゅうぎゅうだよ、ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう、すごい、もうぎゅうぎゅう。どうだった？楽しかった。楽しかった？見たと見れるぐらいだった。よかった、ありがとう。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。みなさん、さようなら。それでは、よう先生に、ありがとうございます。ありがとう。今日はとっても楽しかったです。遊んでくれてありがとうございました。こちらこそありがとう、すごい楽しかったです。ここに来れてよかったって心から思いました。みんなもありがとうね。お、お願いします。え、え、なに、おお、お手紙だ。ありがとう、ありがとう。よし先生、お手紙あるんだけど。せーの、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ありがとう。頑張って乗っとくから。オッケー。命あげるね。ありがとう。今日一日遊んでくれてありがとうみたいな。ちょっと泣きそうですよね。なんか。いや、疲れましたね。すごいな。これを毎日続けている保育士さんって、やっぱちょっと大変なんだなというのは正直思いましたね。ただそれ以上に一緒に遊んでて元気ももらえましたし、すごくいい経験させてもらったなと思います。いや、舞台より緊張しましたね。なんかちゃんと興味を持ってくれてるかどうかが多分すごい明確だと思うんですよ。子供たちっていかにずっと引きつけつつ、興味が他に行った時にそれをこっちに戻すみたいな、全然違う技術が必要で、ちょっと苦戦したなっていうのはありますね。でもなんか楽しくやれたんじゃないかなと思います。僕はすごく楽しかったですかね。どう声をかけてあげれば動いてくれるか、それをこう一人一人の子供にちゃんと照準を合わせてできるっていうのは、本当に子供が好きだったりとか、その仕事に意義があったりとか、プロフェッショナルな方々なんだなって思いました。僕は中学生の時に職場体験で保育園に行ったんですね。こう子供と接する仕事って楽しいなっていう漠然としたものを持ったまま、こういうお仕事をしてて、でこういうお仕事の巡り合わせで、その時思った、その子供と接する仕事って楽しいなっていう欲求を大人になってこうやって叶えることができました。皆さんも小さい頃保育士の何々先生に憧れてとか、多分何かしらのきっかけはあると思うんですけど、諦めなければ必ず多分叶うものだと思うので、突っ走っていただければなと思います。でまた僕がこうやって保育士体験で保育園や幼稚園に、見学させしに行かせていただいた時にお会いできたら、すごくいい巡り合わせなんじゃないかなと思いますので、いつか保育園や幼稚園で会える日を楽しみにしています。頑張ってください。今日一日を通して涼希先生と一緒に鬼ごっこしたり、一緒にみんなで遊んでいて、子どもたちもとっても嬉しかったと思います。コロナ禍ということもあり、園として地域間交流もできていなかったので、新鮮な気持ちで子どもたちも遊べて嬉しかったと思いますし、すごく楽しかったと思います。本日は本当にありがとうございました。